十皇橋とすり上川飯坂温泉は、福島県福島市、飯坂地域にある温泉。歴史、規模ともに、日本を代表する名泉の一つである。福島市郊外北西の飯坂町、立子連邦の麓に位置する温泉街。福島の奥座敷の異名を持つ温泉一式の町。大和武伝説にも登場することで2世紀頃からの歴史を有する。宮城県の鳴子温泉。 秋保温泉とともに、欧州三名棟に数えられる。飯坂町を流れるすり上川を挟んで60棟以上の旅館が立ち並んでいる。東北新幹線福島駅から私鉄飯坂電車に乗り換え、飯坂温泉駅まで所要時間20分程度と、非常に交通の便が良い。東北自動車道福島飯坂インターチェンジからも10分程度で、たどり着ける。古くから観楽街温泉として、 下流海が存在したものの温泉上主にのっとった木造旅館が多く見られた。東北自動車道の整備や東北新幹線の敷設などによって首都圏などから団体旅行客が多数流入したことによって開発や投資が進んだ。観光客数のピークは1973年で約177万人に上ったが、 2009年には約81万人と半分以下にまで減っているものの、現代の需要に合わせて、日帰り浴場や足湯なども充実している。飯坂温泉街の近隣を通る福島県道5号へ、名倉飯坂岳線沿いには、福島を代表する観光スポットの果物狩りや直売所が立ち並ぶ場所が近くにあり、福島特産の桃や梨、梨リンゴやサクランボといった果物全般を、 取り扱っている。飯坂八幡神社礼大祭の飯坂喧嘩祭りは、福島市エリア図一の激しさの祭事であり、日本三王喧嘩祭りに数えられる。西に神社境内に祭られる、高畑天満宮の嘘かえ祭りは、東北、北海道地方では唯一この神社のみで行われており、嘘かえ祭り開催時には平日でありながら、数万人、 1>, 1日中行列が絶えないほどの観光スポットである。飯坂温泉は、大地方有数の古島であり、古くは、砂コの湯と呼ばれた。伝説によると、日本穂高の統西にまで遡ると言われ、この地で陶磁したという言われが残る。また、西行法師もこの湯を訪れ、ここで、開かずして別れし人の住む里は、ザナミコの見ゆる山の彼方かと読み、そこから、 砂コの湯という名が定着した。源泉は至るところに点在し、農民、庶民などに重宝されていた。1689年5月2日、江戸から下ってきた松尾芭蕉と弟子の可愛空が泊まり、翌日に立った。雨に降られた芭蕉らは温泉に入って貧家に宿を取った。奥の細道によれば、土間に、む虫老式、いろりのそばで寝たが、雨漏りがあり。 飲みとかに悩まされ、場所の持病が再発するなど散々であった。山中温泉の好印象とは対照的である。この温泉を、空は、飯坂場所は、飯塚と日記には違う字で書いた。飯塚の例は、他の文書にもあるというもっとも、この頃にはすでに温泉地としての定裁が整ってきた、もののうち湯はあまり見られなく、思い思いに宿を選んで、 現在する外湯で湯治を施すようなスタイルであったと言われる。なお、飯坂という地名は、1300年頃、伊達家の分家が、飯坂聖を名乗り、一帯を開墾したことにちなむ。これが、いつしか、飯坂村の温泉、すなわち、飯坂温泉と呼ばれるようになった。伊達政信は、1300年頃、古たちに湯山城を築き、飯坂市を称したとされる。そのため、 すりかみ川べりから道場に通じる坂道は、飯坂と呼ばれた。1300年以前の地名は、石名坂と呼ばれていたと考えられている。飯坂温泉が世にあまねく知れ渡るようになったのは、江戸時代中期の享保年間の頃からで、各街道が整備されたことにより、周辺の庶民に加え、多くの旅人も訪れるようになった。廃人家人としては、場所のほか マサオカや与サ野アキコも訪れており、飯坂を読んだ区秘等が建てられている。近世ではヘレン・ケラーが二度訪れたこともある。戦前にはボーリングによる源泉の乱開発によって枯渇の危機を迎えたことがあったが、その後の規制によって源泉保護が行われている。入浴券売り場の看板共同浴場は9つ存在する。 その中でもサバコ湯は、飯坂温泉発祥の湯とされ、松尾場蕉も浸ったとされる。日本最古の木造共同浴場であったが、1993年に改築された。共同浴場は、以下の通りである。サバコ湯重工の湯千器の湯切れ湯道線の湯大門の湯八万の湯、天王寺穴原湯,湯原湯入浴料金それぞれの共同浴場に設置されている自動販売機で、 入浴券を購入する、サバコイ温泉館連邸宅美術自社公園。ありがとうございます。